て、でまあ理由としてはもう部屋中が借りてしまったりとか、はい、なんか瓶とかそういう無機物までなんかドリンドリンとか、それは誰のせいなのかなって感じ。それが何が来てる時なのかって話を気にしてるんですかね。どういう時にそのじとじとした、あ、特に冬に雨がじとじとしてるときついですね。でカラッともう雪になってしまえば楽なんですけど、雪になるようなところで、はい、お住まいってことですか。あのかつて鳥取に住んでた時に、はいはい、はい、あ、鳥取ですか、はい、鳥取って冬の雨はきついですか。ジメジメした雨なんですか。そうですね、はい、そうなんだ、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次、秋行きましょうか。秋ってどこですか。私はあの秋の高い青い空が好きなんですけど、はい、嫌いなのは熱帯夜です。熱帯夜。それは秋の。いや、関係ないです。絶対嫌がとにかく嫌い。嫌がとにかく嫌いですね。はいはい、私あの、もともと出身は奈良県 で、はい、で、大阪に住んでた時期も結構長くて、はい、関西の特に大阪市内の夏の熱帯夜っていうのが、もうあの体を壊すぐらいの異常な熱帯夜なんです。やっぱこの東京とは全然違って、その風も通らないし、こうどよーっとした、かなり湿気が多いのでまとわりつくような暑さなんです。熱帯夜って何度以上でしたっけ。25度25度以上 で、はい、で湿気が多いっていうのはいろいろありますけど、何パーセント以上だと思う。もう耐えられない。湿気が多ければ多いほど。いやでも気象協会だから そんなそこも気にされるそんなないですか。はい、ありがとうございます。はい、次行きましょう。ありがとうございます。大丈夫ですか、眠くなってないですか。私が嫌いなのは南岸低気圧。おお、大好きな人いますけどね。昔まだ心が綺麗だった頃は、ね、天気予報で雪が降るか降らないか、降るかもしれませんって言ったら、朝もう目をキラキラさせて玄関開けて降ってたって嬉しかったんですけど、最近心が汚れてしまったとか、玄関開けて雪降ってたら、あ、降っちゃったみたいな。できれば雨で通り過ぎてほしい。あ、だから南岸低気圧でもいいんですね。交通機関が乱れるっていう。あ、結構時間にタイトな。そうですね。そうなんですか。あの、まあ、雪が降っても行かなくてはいけないっていう、会社に行かなくてはいけないっていう中で、まあ、乱れる。でも関東弱いので、あの先日でもないな、この間の雪でも、あの豊子線使ってるんですけれども、はい、もう豊子線結構ダメですか。あの、まびいちゃったんですね。あらかじめ雪だってことが分かってたゆえになんですけれども、本数を間引いたらお客様の売り切れなくなって。なるほど、はい、実害気象協会のビジネスチャンスありそうですね。そうそう、ありがとうございます。はい、次。はい、私が好きな、あ、じゃない、間違えた、嫌いなものは無風です。逆なんですけど、好きなものがかなり強風って言ったら、あのちょっと問題があるかもしれないんですけど、風が割と強めの風が好きで、体に当たって生きてる感じするじゃないですか。それが風を受けて歩いていくのが好きなので、あの強風が好きなため、逆に嫌いなものは無風になります。それをやっぱり強く感じたのが、私も大阪で暮らしてたことがあります。出身はこっちなんですけど、熱帯夜、ひどいんです、大阪市内の熱帯夜は。気温よりも無風が困るんです。そうです、あの気温もそうなんですけど、暖かくて風がない、東京だとビル風とか、なんかいろいろ風生じるんですけど、大阪風が生じないところが多いんですよ、市内は。なのでもうじとーってしてるのが嫌いで、無風は無理だと思いまして、不快指数ってありますけど、あれには湿度しか入ってないんですよね。気温と湿度で不快指数って確か決めてるんですけど、はい、そうですね、あれ、風も入れてほしいですね。あー、そうですね。入ってませんでしたっけ。体感温度指数っていうのがある。あ、それで風入ってる。電気 JP 入れて電気 JP
業しの営業しの。はい、ぜひ参考にしてください。ありがとうございます。じゃあ次は夏。夏行きましょう。会場。会場の埼玉の防災センター。はい、埼玉県の防災学習センターから参りました、はい、皆さんぜひ体験学習に来てください、はい、森崎先生もお呼びする予定です。はい、ぜひお越しください、はい、私は夏が好きなグループにいるんですけれども、夏の好きなところは雲一つない空、あと嫌いなのは湿った空気。まあまあそれちょっと梅雨寄りでもあったりするもうちょっと、もうちょっと何、うんと、まだ求める、いじるために聞いてる。特に君の場合はね、いじるように、はい、はい、湿ったってどんぐらい湿ったの？これぐらい、私くせっ毛なんで、木がくせ毛なんで、あ、私の髪の毛が湿ってくると、うん、おーってこうお尻がのってるのが分かる。そういう風になるといいね。なるほど、それ何パーセント以上ですか？何パーセントなんでしょうね。今度検証してみます。よろしいですか？はい、ありがとうございます、はい、僕夏が好きなグループにいるんですけど、はい、天気の中で好きなもの、うん、全ての現象の中で言ったら、まあ、夏を選んでおきながらなんですけど、雪が好きなんです。それはありですよ、はい、ありです。まあ、ちなみに夏の中で限ってきたら、その好きな理由は、まあ、晴れた日が多くて、うん、まあ、外で、はい、出やすい。その感じも分かります、はい、嫌いなものなんですか？嫌いなものは逆に大雨、まあ、大雨嫌いなもの、まあ、傘でもう防ぎきれないような雨が降ったらもう、うん、靴とか濡れて、昨日も本当に昨日も濡れてる。はい、大雨って何ミリ以上の雨が大雨？何ミリ以上なんですか？あれ、いや自分にとってですか？自分に、全然その気象庁の気象大学校だから気象庁の勉強じゃないですか？さあ何か分かんないですけど、とりあえずもう傘降っても傘差してもなんか防ぎきれなければ大雨かなっていうぐらい。それは、ね、風もありってことですね。あ、でもなんか風なくても激しかったら跳ね返りひどいですよ。いやもうあれがまず本当に嫌なんですよ。靴がね、靴塗る、はい、この靴が塗る。ナイキのこれがね、いやダメになっちゃう、臭くなっちゃうじゃないの。大事ですか？はい、いい感じですね。次行きましょう。僕は寒いのは全般好きじゃないんですけども、はい、特にあの雪が嫌いで、出た、天敵ですね。で、普段絶対仲良くなれないんだよ。僕は青森出身で、そういうことで雪の育ちなんですけど、逆にあのその雪の被害を被ってきたというか、なるほどね、学校に行くときにトラウマじゃないけど、トラウマなんですよ、本当に。あ、もうトラウマじゃないですか、はいはい、トラウマそのものですか。学校行くと思ったら、ちょっとお腹痛いなってなってくるらしい。誰もまだあの歩いたことのない新設を僕が行かなきゃいけないって考えると、寒いんですよ、結構な田舎にするらしい。そこまでもないですけど、それでもやっぱり厳しかったんです。なるほど、はい、でも毎日その中を通うのが辛かったみたいなのが思い出されちゃうから、思い出しちゃうんですね。東京の10センチごとにトランプちょっと思いますね。なるほど、ありがとうございます。いい感じですね。はいはい、最後春行きましょう。春は変態多いですよ。聞いてらんからね。私が嫌いなのは晴天なんですね。一番嫌いで、あの、あの、私もやっぱり山登るんですよ。で山登った時も景色撮るんですけど、はい、青空の山ってのは普通すぎて面白くないんですよ。やっぱり雲がかかんなきゃいけないんですけど、その雲もやっぱりこだわりがあって、やっぱ地形上の懸念が出たとか、そうするともうさっとテンションが上がって、阿部さんが先に行ったって私だけ置いてかれてずっと雲写真撮ってるみたいな。なのでやっぱり何もないと神さんと同じペースで歩いて、ちゃんとやるんですよ。別に喧嘩するわけじゃないんですよ。はい、何もないと仲良く登れるけど、やっぱりあのちょっとあの荒れた天気の方が、はい、特に台風とかちょっと燃える感じなんですけど、
はい。乾燥が嫌いなんです。はいはい、なんていうか、静電気体質で、すぐ乾燥が乾いていくと、こう全体がね、痒くなってくるんですよ。擦れて。はあ、静電気で布がこう体にくっついてきて擦れて痒くなってきて、でかつこう静電気が体に溜まると体調が安定悪くなるんですよ。かつ切れやすくなるんですよ。でそれがダメと分かるで、普通の人がそのか私の心を感じていますから、ドアノブありますよね。ドアノブがうちはこういう風な鉄というか、こういうドアノブなので、まずこうちょっとこうベタってくれてからもう一回ひねるんですよ。でも静電気を抑えないとやっていけない、ビリビリってきますから。つかガススター危なくないですか。だから本当に静電気除去シートが触れてもダメなくらい持ってると思って、ずっと触れてからできるんです。それかもやってもらうしかない。いつこういうやつが嫌いだな。ちょっとでいいと思ってた。何ワットはっきり言うのかちょっと分かってください。はい、あ、小林さん、はい、私名古屋出身でですね、はい、学生の時まで20年間ずっと名古屋で暑い夏を経験してきてて、はい、太平洋高気圧が日本を張り出してきましたって言うとですね、はい、あ、いよいよ名古屋の夏だってすごい好きだったんですよ。ところがですよ、はい、気象予報士になって自分が予想するようになったんですね。その高気圧の張り出しってつまんねえんですよ。どうやらなんかこうもうちょっとなんかこう上の方に渦があってもいいんじゃないかっていうなんかそのなんかつまんないなんかこうそっくりしたようなのがなんか大嫌いな感じです。だからあれなんだ、クソゲーみたいな感じだ。あ、そうなんですよ。もうなんか全然もうクリアできちゃうから、いつもなんかスライムを通してるような感じ。なるほど。はい。変態ですね。はい。本当はもう全員から来たんですけど、ちょっとさすがにこの人数やばいなと思って、3人ずつにしてもらいましたけど、僕の3つちょっと紹介しながら、なぜ嫌いっていう話と電気に愛されるって話を結びつくのかっていうですね。まあ、僕なりの今日のお題なんですけど、まあ、僕の嫌いはですね、まあ、恐怖っていう人いましたっけ、いましたっけ、恐怖の嫌いな人いました。10メートル以上は嫌ですっていうのがあるんです。10メートルまでは割と、まあ、8メートルも結構強いですけど許せる恐怖なんです。で確かに無風もきつかったりするのはよくわかりますよ。だから3メートルぐらい欲しいよね。ありますよね。はい、でもね、嫌いなやつに対してこう結構漠然としてるのを実はその数字でちょっとはっきりさせるっていうのは僕こう意識的にやってみるとちょっと見え方が変わるなと思うんですね。で嫌いなやつだからほっといてると思うんですけど、何パーセントでもいいし何メートルでもいいし、まあ、電球で言ったらこれの時のこういうやつだみたいなのでもいいんですけど、まだ自分に力何がっていうか何キロ離れてる時とかオタクはそういうことを言うかもしれませんけど、数字となんかちょっと具体的なやつで嫌いなやつをちょっと豊かに表現すると意外とね愛しいやつに変わってきたらいいかな。でもまあ変わらなくてもいいんですけど、はい。でまあ続いてですね、第2位はですね、まあ第2位ってことなんですけど、90% 以上はもう耐えられないですよね。まあ、80でも十分蒸し暑いんですけど、はい、90は多分なかなかめったに、はい、そういう場所に行かないとお目にかからないと思いますけど、でまあ季節にもよりますけどね、はい、まあ、新潟なんかだと冬ですね。で南の方行くと冬じゃなくて、まあでも東京の90もなかなかいかないですかね。はい、まあ、僕は観測とかで鹿児島に梅雨の観測に行ったりとかすると毎日90なんですけど、
これはきついなっていうのをやっぱりね、体験すると分かるんですけど、はい、これを多湿って言うんだなっていう感じです。はい、それで、まあ、梅雨の研究をしてるから、梅雨の小雨が好きだみたいなことを言ったんだな、こいつ、ちょっとかっこつけたなっていうね、思った人もいるかもしれないですけど、梅雨明け前の土砂降りは、大雨嫌いって言った人もいますけど、まあ、ちょっとこのなんかね、なんて言ったらいい、表現のしようがない土砂降りなんですよ、梅雨明け前の、鹿児島とか行った時とか、僕が体験したやつですね。でも、ちょっと怖いですね。はい、大雨でちょっと不快だとかそういうレベルだったら別に全然僕 OK なんですけど、傘とかカッパとかそういう部分じゃなくて、もう防災センターとか行くと雨降り体験機とかあるんですけど、あれをね、あれを体験だからまだいいんですけど、本当にやられるとやっぱ本当怖いですね。30を1時間やられたら結構きます。精神的にきますね。で、僕はこの嫌いなやつが今日は僕は天気愛される技術のポイントじゃないかなと思ってるっていう話が、まあ、僕の研究してるからわざわざこういう話もあるっちゃあるんですけど、そもそもですね、まあ、この中で結構書いたんですけど、もともと嫌いだったんですよね、梅雨が、はい、っていうエピソードから始まるんですよ。もう俺のことしか書いてないですからね、この本。なんで嫌いだったかを延々と書いてて、でそれを解決したいという欲求から研究者になっているようなところが書いてみたら分かったんですけど、まあ、研究者じゃなくてもいいんですけど、その嫌いなところを具体的にしていくと、まあ、そこからなんかその意外とそのこういうのはちょっと別な側面だなっていうのはある時気づくんですよ。それで、まあ、ちょっとか書いてみていただいたか分かりませんけど、嫌いなやつからですね、得られることがあるのかどうかっていうことなんですよ。別にその得するのがいいっていうのはちょっとおっしゃったかと言いましたけど、嫌いなことから得したと思えることが出てくるんだったら、それただの嫌いじゃなくなるじゃないですか。はい、それがね、研究をしていく段階でこう結構出てくるんですよね。嫌いなものを追いかけていったら、まあ基本的に大雨で災害が起きましたみたいな話しか研究しないんですから、そうするといいことなんて基本的に一つもないはずなんですけど、そこから得られることが結構出てくるんですよね。はい、でそれが見つかれば見つかるほどいいんじゃないかなと。で、あと20分ぐらいですか。20分ぐらいなんで、ちょっとこのまあ最近の研究っぽい話だけちょびっとしますけど、まあ、僕はですね、梅雨にイライラしてたって話から始まって梅雨の研究を始めますけど、ちょっと明るくとしますね。はい、まあ、梅雨にはですね、全国各地いろんな梅雨ドラがあるんですけど、ね、生まれ育った場所がそれぞれで、今住んでる場所でそれぞれ梅雨ドラがあるとかあると思いますけど、まあ、一般的に言うと小学校の教科書とかでやるようなやつはこれですよ。こういうもんです、梅雨はこういうもんですって、こう一括りになんか水行で書いてある感じじゃないですか。はい、でその国連さんが嫌いな太平洋高気圧がいてですね、で北にオホーツク海高気圧がいて、その間に入っちゃうからずっと気圧の谷が続くから天気悪いんですよみたいなことが説明されるんですけど、どうもですね、この3人の関係を見てるとですね、僕がイライラする原因は何なのかというのを考えていくとですね、僕はその日々追っかけてるわけで、僕ら天気予報っていう、まあ、シナリオ次回予告を見ながら、まあ、日々、ドラマの主人公の一人でもありつつ、まあ、シナリオの中を生きていくわけですけど、腹立つのがですね、まあ、君が押してきたからと思って、まあ、そっちに寄っていくのかなと思ったらこうも行くし、でも一方向じゃなくて、その教科書ではですね、こいつが押してって梅雨が明けるっていう一方向的な話しか教えてくれないですけど、実はお前どっちに行くんだみたいなのがですね、こうこの梅雨ドラちゃんがですね、こうフラフラするわけですよ。でどっちに行くのかみたいなのがですね、
僕としてはね、ああこうだなこうだなって思っていた、次の日もこうだなと思ってたのがこう外れる時から来るわけですね。それがイライラするんですよ。だからあの子が俺が嫌いだからですね、まあ、あいつがこういうやつってほんと嫌いなんですよみたいな感じなんですね。で、まあだからそういうことを考えていくとですね、だからこのなんていうのかな、ある時予想に反したこういう動きをするのは何なのかっていうのが分かれば嫌いじゃなくなるわけじゃないですかと思ってですね、まあいろいろそのだって実際天気予報もそこで苦労してるわけですけど、いろいろちょっと調べていくとですね、この教科書でいいのかって思ったところがあるんですよね、はい、で、例えばですね、まあ、こんな天気図が 何月何日だったか忘れましたけど、はい、まあ、梅雨空ですよ、こうなっちゃったらもうしょうがないなってなりますけど、まあ、問題は明日、明後日、まあ、1週間後ぐらいにでもいいんですけど、見通しとしてですね、どっちに行ってどういう風になるのかっていう、ある程度これぐらい耐えればいいっていうのが分かればだいぶ落ち着くんですよ、気持ち的には。だけどそれがこうフラフラするから鬱陶しいわけじゃないですか。で、まあいわゆる2つの合気圧でこう解釈しようとするわけですけど、僕がちょっとだいぶ毎日追っかけててですね、非常に疑問に思ったのは、こいつオホーツク海のあれですよね、教科書に載ってたやつなんですけど、本当に君はやる気あるのかって思うことがあるんですね。なんか本当にそれが大事なのかなみたいな。っていうかこの三角関係ってことになってるから、そのうちの一人なんで重要人物だから絶対怒らなきゃいけないと思い込んでるんですけど、本当にこの人大事な主人公なのかとある時から思い始めるんですよ。どう考えても遠すぎるじゃないですかとか、いや単純な話ですよ。でね、まあそんなとこからだんだんこうちょっとおかしいなと思い始めてですね、どっちかというとこっちやればと思い始めたんですよ。これちょっとでもこれからちょくちょく出てきますんで、ぜひ見てみてほしいんですけど、でこれ誰もニュースで解説しないですよ、こんなやつは、はい、地味なんで。でも僕は勝手にですね、こいつに名前をつけてですね、まあ、論文に出して、まあ、こうちゃんという名前ではないんですけど、後悔いるから後悔後継って名前をつけて、こいつの方がもっと大事な登場人物なんじゃないかということをですね、まあ話提案したら、まあそうかもそうかもねという話になったっていうやつなんですけど、ぜひこいつはですね、もう実は梅雨に入る前からこいついるんで、ちょいちょい見ててほしいなと思うんですよね。でこれ、まあ、どうやって見つけたかというとですね、